はい、今回はタイの頭をね割る動画を作っていきたいと思います。視聴者の方からねタイの頭が割りにくいっていうので、やっていきたいと思います。まずね安全のためにね分店をしましょう。でここ歯と歯の間に包丁を入れてちょっと軽くこうやって叩いてあります。だからあとはこの包丁をこういう感じでスライドして目ん玉をね親指と人差し指で押さえて、はい、こんな感じです。でパカッて開いてど真ん中はあの包丁入れるだけで切れます。はい、こんな感じです。あとね包丁はこういうね分厚い包丁を使ってください。こういう薄い包丁だったら歯が欠ける可能性があります。でもねちょっとね試験的にこれでやってみましょう。あんまりねこれはねおすすめしません。歯と歯の間に入れてこっからこんな感じですね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。